こんにちは、モテソクです。この動画ではですね、沖大観さんの書いた東大教授っていうですね、文庫、新書本ですね、こちらの、感想をちょっと述べたいと思います。もうすごく読みやすい本なんで、内容紹介みたいなところの通りのことがすごくすっきり書かれてる本だと思うんで、中身に関してはですね、そんなに改めて紹介するっていうよりもですね、読みたい項目があるなと思ったらもうすぐ買えばいいと思います。700円ですのでね。で、沖大観さんでこういう方なんですけど、で、タイトル東大教授ですね。で、東大教授ってなんていうんですかね、ステータスとしては誰もがもう東大教授ってなると思うんですけど、実際にはその東大教授ってこういう人なんだ、こういう生活してるんだ、こういうこと考えてるんだ、こういう思考回路なんだみたいなのって普通なかなか会ったことない人はピンとこないとか、結構ブラックボックスになってるところがあるんじゃないかなと思うんですけど、僕の奥さんとか研究発表とかされてるのをいろいろ見てると、そういうのをこういう人柄なんだなとかって分かるんですけど、その辺が分かっていいなって思いましたね。で、だから給与はどうなのかとかですね、論文の書き方やとか、マスコミとの付き合い方とか、項目的にはですね、気になることいっぱいあるんで、それでピンときた人はもうすぐ買えばいいと思うんですけど、現役教授がここまで書いたって結構書いてあったけど、奥さん結構若いんですけど、まだ40代じゃないですかね、50いってんのかな、若い教授、若い部類の教授ですよね。で、結構舌鋒鋭くっていう感じなんですよね、普段の感じに。ストレートに書く感じですね。ストレートにものを言う、おっしゃる方だし、で、それがすごい読み心地いい感じですね。で、その辺はもう予想された感じで、僕としてはすごい読みやすくて楽しかったんですけど、僕のこれいいなと思ったのはですね、学生に対する見方っていうか、すごい愛情あふれる感じがあってですね、なんていうか、自分が教授として一番東大教授になってよかったなって言ってるところに、毎年素晴らしい学生が自分の脳を活性化させてくれるっていうようなんですね、そういう見方なんですよね。だから全然東大教授だからっつってすごい上から目線みたいな、そういう感じのイメージ持ってる人はいるかもしれないですけど、そういう感じじゃないですね。実際奥さんに会われた方は分かると思いますけど、すごい人柄のいい方なんですけど、学生に対するこう書いてることを見ると、やっぱりすごい愛情というか、こういう風な先生にの研究室に入ったら本当に楽しいだろうなっていう、厳しいでしょうけど、研究も楽しいでしょうし、知的興奮に満ちた学生生活だろうなっていう感じしますよね。その辺が随所に出てて、どの項目に関してもちょいちょい学生のところを書かれたりとか、指導の考え方とか書かれたりしてるんですけど、そこで学生に対するこう愛情、ストレートじゃない部分もあるし、いろんな書き方なんですけど、そこが垣間見れて、僕はそこが好きですね。東大教授っていうそのパッと見のネームバリューに対しては、そこが意外性があるんじゃないかなっていう気がします。こんな愛情深くて素敵なんだっていうね、そこがいいですね。ただ僕の中ですね、星5つの中では 4.5 ぐらいですね。スリリングでここまで書いたみたいな感じっていうのでいくと、僕は奥さんだったらもっと言ってほしいなみたいなところはちょっとあったんで、結構ね、普通の常識人としての配慮っていうか、他の先生に対する配慮だと思うんですけど、書ききれてない、言い切れてないんじゃないかみたいなところがなんとなくちょっと僕は感じられたんで、いや沖先生もうちょっと書くでしょみたいな、いや飲み屋だったらもっと言うんじゃないかなみたいなところは読んでてちらっと僕は思ってしまったので、
だからそこを書き切ってたらまあ本当はやばいことになっちゃうかもしれないですけど、まあ僕はなんか個人的にはそこまで行ってほしかったようなところもちょっとあって、まあそんな感じですね。でもまあだから普通に読んだらもう星5つな感じだと思いますけど、まあ非常にあの読みやすいですし、あのすぐ読めると思いますけど、まあなんですかね、あの東大っていう感じじゃなくて、あの大学の指導っていう風な見方をしてもすごくあの面白く読める本じゃないですかね。あの大学に行くってこういうことがやっぱり本来は意味あるんだなみたいなところが随所に出てくるところもありますし、うん、まあだからこういう志のある先生方がいる大学のところにあの行きたいだろうし、だから学生さんにはそういう風に見てほしいなと思うし、まあ、すでにその指導の立場に就かれてる方とかですね、やっぱり自分もそういうとこあるなっていうのを感じられるんじゃないかなっていうのはすごく思いましたね。すごくストレートに書いてあるんで、あの、はい、非常に面白かったです。ということで沖大観さんも東大教授めちゃくちゃおすすめです。